今度はどんな場所に連れてってくれんのかな。はあ、あんたは楽しそうでいいわね。お前ら一応警戒はしとけよ。それってこの島の奴らのことか、それともアディオのことを言ってんのか。どっちもだ。備えておくに越したことはねえからな。こんな奴らにやられやしねえ。逃げようったってそうはいかないわよ。さっさと片付けておくか、肩慣らしといくか。邪魔だ。俺の仲間に手だ。ゴムゴムのガトリンガよし、飯にしよう。どっかに肉。やった。今なら納得のいく蹴りが出せそうだ。私だってやるときはやるんだから。ゴムゴムのガトリンガー。引かねえなら切るまでだ。大剣豪になる日まで文句あるか。し怪物と呼ばれようと俺は強くなっ。大きなキューブはそこに。ああ、その可能性は高い。リムはそこに飛ばしているということかしら。さあ、わからないな。リム自身は意識してないみたいだが。俺の名はキャプテン、ウソー竜巻。俺は負けねえ。飯。こっちだ。早く来い。
みんな準備いい？やるか。これならどうだ。俺の仲間にってゴムゴムのガトリンガー。まだやるなら相手になる。肩慣らしといくか。どうしたクソコック、もうバテたか。バテてんのはお前。修行の成果が出てきたな。おいおい、なんだよあの雷は。今からあそこに行くのかよ。いっちょやってやるか。やるぞ、ゴムゴムのピストル。マナーの悪い野郎だ。俺が一から叩き込んでやるか。さ、ディナーの。こいつが雷鳴の巨像の潜む雷鳴の遺構だ。迂闊に近寄るなよ、強烈な結界の餌食に。結界ってなんだ。見ての通り、雷による電撃さ。強烈な放電で何でも黒焦げになっちまう。なんだ雷か。おい何してるんだルフィ。なんだと。俺の体はゴムだからな、雷は効かねえんだ。結界は消えちまったみてえだな。ああ、先に進もうぜ。
変わった構造ね。どういう遺跡なのかしら。調べて分かったのは、雷について研究をしていた場所ってことぐらいだ。調べて分かったのは、雷について研究をしていた場所ってことぐらいだ。超現象の研究なんてウェザリアみたいね。ウェザリアを知ってるのか。ええ、行ったことがあるの。ウェザリアに興味が？探検家として興味ないわけがなかろうよ。ほいっと、行きましょう。ロビンチュワー、今行くよ。頼りになるわね。相手にとって不足なし。竜巻。よし、行くぞ。ゴムゴムのピストル。あいつらは俺が片付ける。なめんじゃねえ。存分にやらせてもらうわ。ちょっと痛いね。これ式で私たちの勢いを止めることなんてできないわ。力が戻ってきた。技のキレが戻ってきたか。今なら納得のいく蹴りが出せそうだ。少しは強くなれたかしら。やったー。俺の体はさらなる強化を遂げたんだ。やったワット装置があるな。すごい、この装置雷雲を発生させてるわね。クリマタクトとは違う仕組みのようだけど。そこから雷が床を伝って走ってる。しかしよ、ここで雷を研究してたってことは、浜で降ってきた凍った雷も何か関係あんのか。そうね、無関係ではなさそうね。じゃあサニー号が飛ばされた時に見たあの空のでっかい目も関係あんのかな。あれは多分蜃気楼だと思うわ。ただそうだとしても、得体の知れない何かが映ってたことには違いないけどね。
結局この光は何なんだ。かかってきやがる。どうやら私と戦いたいよね。よし、あいつはロビンに任せよう。やるぞ、ゴムゴムのピストル。めちゃめちゃ効いたぞ。肩慣らしといくか。竜巻。今行く。それやろうが。さ、ディナーの準備に取り掛かるとするか。力が戻ってきた。目指すは世界一の大剣。いい調子だ。成長を実感できるほど強くなれた。私の成長は止まらないわ。俺強くなった気がする。やったなるほど、これを切り替えて雷を扉までつなげれば扉が開くのか。よし、行くか。肩慣らしといくか。竜巻。やるぞ、ゴムゴムのガソリンだ。よし、飯にしよう。成長を実感できるほど強くなれたのね。俺の体はさらなる。俺に任せろ。この先行き止まりだったりしねえよな。よし、さて行きましょう。どうすっかな。ゴムゴムのガソリンだ。ぶった切る。覚えとけ。俺はまだまだ強くな。俺に任せろ。わかった。ここ坂だから危うく転がり落ちるとこだったぞ。よし、ちょっと邪魔よ。
この敵に攻撃を集中させるべきね。盛り上がってきたな。俺の力で終わらせるとしよう。刃こぼれすら己の恥。竜巻！コックに逆らうとどうなるか。ムートンショット！俺のこの足はレディを守るた。力が戻ってきた。こんなところで満足は。クソジジイの蹴りに近づいたか。力が戻ってくるのが分かるわ。私の成長は止まらないわ。みんなの役に立ってみせる。俺は勇敢なる海のせ。下に電気が通ってるやな。よし、かかってこい。ゴムゴムのピストル。まだいけるぜ。竜巻。あいつらは俺が片付ける。夢叶わず生きながらえるより世界中の美女たち。俺が万能薬になるんだ。お、さっきの装置今度は2つあるみたいだな。俺に任せろ。よし。俺に任せろ。じゃあやってやるか。お前たちの相手は俺だ。俺が相手だ。ゴムゴムのガトリング。刃こぼれすら己の恥だ。え？あんたの銃もやるじゃ。
今の力を試すにはうってつけだな。ゴムゴムのガトリング。切り替えのありそうな相手だ。竜巻。コックに逆らうとどうなるか教えてやる。面白くなってきたわね。当然の結果ね。この先もしっかり確認するわよ。何かいいもんがあるかもな。かかってきやがる。この敵に攻撃を集中させるべきね。盛り上がってきたな。俺の力で終わらす。刃こぼれすら己の恥。竜巻。よし、行くぞ。ゴムゴムのピストル。やるな、ルフィ。力が戻ってきた。修行の成果が出てきた。いい調子だ。悪くないわね。私の予報は100発。俺は勇敢なる。行くぞ。さて、これは石板ね。それ何が書かれてるか分かるのか。もっといろいろ調べてみないと。これだけ。よし。奥でなんか光ってんな。だらだらとぶった切る。竜巻。どうすっかな。ゴムゴムのピストル。飯。俺は強くならなくて。怪物と呼ばれようと。
な、なんだこれ。光る壁を消さねえと三日月の巨像にはたどり着けねえらしい。この電気を止めるスイッチはないのかしら。床に通電させる装置があったくらいだし、電気を止めるスイッチもあるはず。よし、じゃあ近くの部屋から探していこう。かかってきやがる。よし、行くぞ。ゴムゴムのガトリンガー。相手にとって不足なし。調子がいい。力が戻ってくるのが分かるわ。私の予報は100。俺に任せろ。この穴どこまで続いてんだ。装置のとこまで行けたらいいな。ずいぶんずいぶん長い穴だな。よし、ちょっと急ぐか。そりゃあ。よし。ようやく出れたぞ。よし、行くか。俺は負けねえ。ゴムゴムのピストル。この足でてめえも仕留める。常識でははっ。ここまで腕が。よし、行くか。俺に任せろ。竜巻。やるぞ。ゴムゴムのガトリンガー。やるな。おい、見ろ。下だ。かなり上から伸びてきてるみたいね。スイッチのやつだ。
よし、下も見てみようぜ。かかってきやがる。やるか、ゴムゴムのガトリング。キリがいのありそうな相手だ。悪くねえ戦いだった。今なら納得のいく気。レディーには指一本触れさせぬ。やるぞ、ゴムゴムのガトリング。相手にとって不足なし。俺はまだまだ強くなれる。装置だ。レディーには指一本触れさせぬ。ゴムゴムのガトリング。マナーの悪い野郎だ。俺が一から叩き込んでやるか。まったく。便利な体だな。
イカズチの巨像かよ。古い紋章がついているわ。炎、そうか。じゃあこいつを黙らせりゃいいんだな。あの巨像、雷を操るみたいね。雷なら効かねえ。よし、じゃあ後のことはルフィに任せた。ウソップ、あんたも戦うの。いけるか、ゴムゴムのガッド。おい、お前、おろしちゃすこと。雷なら効かねえ。あの巨像を倒せるとは。力が戻ってきてね。俺が万能薬になるんだ。大丈夫か、長花君よ。すまねえ。アディオ、おめえすげえな。そういえば言い忘れてたな。俺はコテコテの身の能力者。この手で掴めるものなら何でも受け止めたり動かすことができる。見ての通り、雷でさえ掴めりゃこんなものだ。もっとも生きてるものはつかめねえかな。それに洞窟の入り口の雷撃のように無数に落とされると対処できねえ。腕は2本しかねえからな。だが俺の視界に飛来する攻撃ならことごとく防いでみせるぜ。そう、俺が一緒の時は攻撃に全力を注いで構わない。全員俺が守ってやるさ。助かったぜアディオ。お前には俺も一目置いてたんだよ。ああ、体を張って仲間を助けるのを確かに見た。うさんくせえ野郎だと疑っちまってた。悪かったな。気にするなよ。リムが迷惑をかけた詫びの代わりさ。ん？なんだ？こいつは。どうしたアディオ。いや、珍しいものを拾ってな。俺が間違っていなければ、ワフルドを冒険するのに極めて重要な代物だ。少し調べてみようと思う。何か分かったら、すぐに教えてやるよ。そうか、分かった。光は何だ。わかりません。でもあの光が灯ってから一帯の潮の流れも激しくなっています。あるいは嵐の予兆ではないでしょうか。あいつ何を企んでやる。一体目の巨像が倒れたか。想定外の事態だな。どうする。万が一あれが目覚め。
厄介なことになるな。だがまだ蓋が開いたわけではない。キューブだけど、こんなの体に戻るの？そうだな。こんなのどうやって体に戻すんだ？さあな、俺もキューブが戻るところは見たことがねえからな。食うのかな？こんな量食えねえぞ。それにあんまりうまそうじゃねえな。さすがに食わねえと思うぞ。とにかく一度戻りましょう。考えるのそれからよ。行きましょう。やるか。竜巻！どうすっかな。やるな、ルフィ。俺は負けねえ。みんな、準備いい？俺に任せろ。竜巻！ぶっ飛ばす！やるな、ルフィ。俺は…それにしてもさっきの遺構、ずいぶん雷の研究が進んでいたわね。そう、ウェザリアで学んできた何がそういうなんて相当ね。その研究の結果あの巨像が作られたってわけか。ええ、多分ね。とんでもない技術だわ。とにかくでかいキューブをなんとかしねえとな。でもどうすりゃいいんだ。ま、いろいろ試してみるしかねえな。何すんだよ、やめろって。おとなしくしてろ。今キューブを戻してやる。お前らいい加減にしろ。何しやがる。手伝ってやってんじゃねえか。
どうやら大きなキューブは強引に押し付けても吸収されないようね。悪いが俺にはわからないな。このキューブに関してはリムのやつに聞いてくれ。仕方がないわね。リムを探しましょう。向こうにも何かあんのか？やっぱりだ。こっちの方からリムの匂いがするぞ。チョッパーが言うなら間違いないわね。リム、どこだ？見て、小さな砂浜のところ。奥にいるの、そうじゃない？どれどれ？ああ、ありゃリムで間違いねえな。聞こえている？うん、聞こえてる。あのね、私アディオを助けてあげたいの。アディオの言葉はいつも正しいし揺るがないわ。きっとワフルドのためになってくれると思う。残念だけど、まだ私は彼を信用できないの。彼の行動を裏付けるのは彼の言葉だけだもの。ここにいたのか、リム。リム、この大きなキューブが体に戻らないの。あなた、理由がわからない？リム。仕方がないわね。少し力を貸してあげる。キューブを渡して。ここまで大きなキューブになると自然に吸収することはできないの。取り込めても記憶された内容をもう一度体験しなければ本当の力としては定着しないわ。どういう意味？口で説明するより直接見た方が早いと思う。あ、なんだここは。
ここはキューブを自由に扱える空間よ。すげえ、不思議空間だな。不思議、まあ呼び名なんて何でもいいわ。こんなところで何を始めるつもり？ここはただの中継地点よ。ここから思い出の思い出の世界？ええ、あなたたちの記憶をもとに作られた世界よ。思い出の世界ね。聖火の踏襲、かつてあなたたちがそうしたように思い出の世界で成し遂げたことをもう一度やるのよ。ただ思い出の世界メモリアはあくまであなたたちの記憶からできているから、体験した様々な現象が事実と異なる形で現れることもあるわ。だって記憶って曖昧なものでしょ。メモリア？なんだかよくわかんねえな。説明を聞くより体験した方が早いわ。失った力を取り戻すべく、ワフルドでの冒険を始めた麦わらの一味は、アディオの協力で巨像を倒し、最初のキューブの奪還に成功した。しかし、事態は思わぬ方向に進んでいく。辞書、砂の王国。思い出のアラバスタ。あの時言ったよな、お前を超えていくって。ビビちゃんの国か。しかし本当にこれが思い出の中なのか。すごいわね、本物の菜の花の港町と変わらない。ここはアラバスタというのね。あなたたちはここでどんな冒険をしたの？どんな冒険って言われても一言では難しいわね。具体的にこのアラバスタでしたことを思い出して。ビビちゃんを助けるためにアラバスタにやってきたんだったな。そうだな、バロックアクスがアラバスタを乗っ取ろうとしていたから、それを防ぐために戦って。犠牲はたくさん出たけど、クロコダイルを倒してどうにか戦いを終わらせられたのよね。明確なのはそれね。そのクロコダイルを倒したというのがあなたたちがここでした一番大きなことよ。じゃあもう一度あいつをぶっ飛ばしゃいいんだな。簡単じゃねえか。やることが分かったんならとっとと行くぞ。待って、まだ言っておかないといけないことがあるわ。この世界はあなたたちの記憶で作られているけど、
前と全く同じことが起きるとは限らないの。どういうことだ？ここは俺たちの記憶で作られてるんだろ？だからよ、記憶って曖昧なものでしょ。それにこれから起こる出来事も現れる敵も現実より厳しいものになっているはず。え？そりゃどういう仕組みだ？簡単に言うと、あなたたちが強くなった分、記憶の中の敵も強くなってるってこと。そうなのか？俺たちが強くなった分、クロコダイルも強くなってやがるのかよ。でも待って、今の私たちって前より弱くなってるんでしょ？ええ、その通り。メモリアを作っているキューブは完全なあなたたちから取り出したもの。つまりあなたたちは不完全な状態で以前より強くなった敵と戦うことになるわ。そんなの不公平じゃねえか。それでもこれがメモリアの仕組みだから。マジかよ。なんだかよくわかんねえけど、まあいいじゃねえか。まとめてぶっ飛ばしちまえばいいんだろ。行こう。それでクロコダイルの野郎はどこにいるんだ？だいたいここはあの時のアラバスタのいつの頃の世界だ。まずそれを知ることから始めた方が良さそうね。情報集めは私に任せて。当時のことならこの中で一番詳しいから。そうか、ロビンはバロックワークスにいたんだもんな。
ってやるぜ。それよし。懐かしいわ。ここでもいろいろあったわね。そうだな。うまい飯屋もあったな。いや、飯の話じゃねえよ。やってやるぜ、クロカント。あなた食いしん坊なの？クロカント。よし。やるぜ。よし。やるぜ。クロカプト。それ。
クロコダイルは今レインベースよ。そこにあるカジノレインディナーズが彼の本拠地。そうだ、俺たちそのカジノで捕まったよな。あんたたちが後先考えず。ともあれ決まりだな。目的地はレインベースのレインディナーズ。行くぞ、ワニんとこに。レインディナーズか。そういや前は途中までカイロで行ったよな。西の入り江に船があったりしないかしら。この道覚えてるぞ。前はこの先にメリーを止めてたが、時期を考えりゃもういねえか。相変わらず打つ。また会えて嬉しいぞ。しししし、また会えたな、メリー。
海軍の船さえいなけりゃメリーに乗れたってのによ。そんなに悔しがることなの？当然だ、メリーも俺たちの仲間だからな。船が仲間？おい、大丈夫か？腹が、腹が。お前、お腹が痛いのか？俺は医者だ。おかしいな、熱もないし、脈拍もせ。おいおい、チョッパーにも原因が。わきっと、アラバスタ特有の病気なんだ。おいお前、この症状になったのは初めてか？違う。そうか、前にもこの病気にかかったことがあるなら、その時に使った薬が。探すなら町の中心にある広場だな。そこならいろんな店がたくさん並んでいたはずだ。行こうみんな。俺、待ってろ、すぐ戻ってくるからな。急ぐぞ、広場があるのはここから北だ。でも、おかしな病気ね。診断しても何もわからないだなんて。きっと俺がまだ未熟だからだ。とにかく急がねえと。薬を持っていったやつ、誰か見てたりしないかな。なんだお前たち。お前だな、菜の花中の薬を持っていったのは。急病人だっているのにひどいことする。黙れ、俺は国王様の命令を受けて動いているんだ。貴様、いいから町の人に薬を返すんだ。うるせえ、
文句なら命令を出した国王様に言いやがれ。こいつ本当はバロックワークスのくせに、あくまで国王軍のふりを続ける気だぞ。大丈夫だチョッパー、俺に考えがある。どうすんだ。ごほん、いやすまない、今のはお前を試したんだ。ちゃんと国王軍の演技ができているかどうかをね。お前ミリオンズだろ。実は俺たちビリオンズでな、上の命令でお前から薬を受け取るように言わ。何言ってんだウス。いいからここはだ。ビリオンズ、それならそうと早く言ってくださいよ。指令書通りこの町の薬は全部奪ってきました。見てください、ほらこの通りです。そうか、ではもらっていこう。今頃町のやつら薬がなくて困ってますぜ。今度は医者でも引っ立てましょうか。病人は死んじまうかもしれねえですよね。お前、薬は簡単に手に入れられそうだけど、俺このまま戻る。繊維がこう言ってるがどうする。ルフィ、ぶっ飛ばして薬を全部取り返す。おう、よし行くぞ。ゴムゴムのブレッド。俺たちの邪魔すんじゃねえ。ボーシャット。俺に任せろ。そっちか、一刀流シッソンソン。ドスフルール、グラッ。まだだ、ゴムゴムのブレッド。あいつらは俺が片付ける。ボーシャット、ぶった切る、一刀流シッソンソン。まだだ、ドスフルール、グラッ。まだだ、ゴムゴムのガトリング。おい腹減ったぞサンジ。ああちょっと待ってろ。うまい。よし、これで薬は全部回収できたな。だけど薬をどこに返せばいいのかわかんねえし。そうだな、それにこの中のどの薬があいつの腹痛に効くの。それにしても町の物資を奪うとか、クロコダイルもひどいこと考えるよな。でも、良かったの？私たち、以前と随分行動が違うけど。何か影響は出ると思うけど、多分平気よ。大きな流れは変わらないはずだから。多分って、お前な。
最高だぜ。エナジーアップらうまい。おいおい、本当に元気になってやがる。単に腹が減ってただけなのか。すまんな、実はそうだったんだ。腹が減ってるならそう言えよ。そうだぞ、どこも悪くはなさそうだし、知らない病気かと思ったじゃねえか。悪かった。だがアラバスタじゃ俺みたいな行き倒れは結構いるんだぜ。水や食料が簡単に手に入る場所でもねえんだ。そうか、事情は分かったよ。でも腹が減ってんならそうだってちゃんと話せ。だから悪かったって。ついいつものノリでやっちまった。こうしてるといつも通りすがりのやつやこの先の雑貨屋の店主がなんか恵んでくれるんでな。ああ、呆れた。それであのおじさんもあんたのことを知ってたのね。とにかくありがとう、本当に助かったよ。これから、ああそうだ、ついでにこの鍵門の前にいる男のところへ持って行ってくれないか。あんたたちが戻るのを待っている間にちょうど手元のところに落ちてることに気づいてね。いや、それなら自分で。あ、腹が膨れたら眠くなってきた。おい、こんなとこで寝るな。はあ、とにかく無事みたいでよかったぞ。それにこれであの門の向こう側にも行けそうだしな。ああ、もともと向こう側に行かなきゃいけなかったし、ちょうどよかったかもな。ああ、ダメだ。あの鍵、もう一生見つからねえ気がしてきたぜ。この鍵、お前のだろ。おお、それだそれ。じゃあ、早速門を開けてくれる。ああ、すぐ開けるから待っててくれ。さあ、開いたぞ。あんたたち、鍵を届けてくれてありがとな。あれ、この後どうするんだ。レインベースまで陸路で行かなきゃいけないから、そのルートに関する情報、あと砂漠を進むことになるから、必要な物資を揃える必要があるわね。しっしっし、じゃあ先に食い物集めだ。お前な、まあ別にそれでもいいか。よし、行くぞみんな。やってやるぜ、クロカット。
やるぞ、ゴムゴムのガトリング。俺が相手になってやるよ、ムートンショット。効かねえな。竜巻。刃こぼれはねえが、まだ修行。おう。ねえ。ガウガウガウ。しっかりしなさいよ。ナミ。おう。ガガウ。おお。あなた、もしかして、あの島から出たことがないの？ええ、メモリアに来たのも初めてよ。本当か？
おい、なあ、なかなかの味だな。このスープ、複数の食材を組み合わせてはいるが、こいつは誰にでも作れるような白。お、さすがだな。やっぱりあんたにこ、そんなあんたを見込んで頼みがある。俺はこいつに負けないスープを飲んでみたくてな。もしこいつを超えるスープを作ってきてくれたら、8人分の食料もついでに水だって。面白い、その話乗った。じゃあ料理ができたら俺に話しかけてくれ。そうは言ってもサンジ君、何か。さっきのスープめちゃくちゃうまかったからな。その辺の食材を使っても。そうだな、この辺で手に入る。サソリの足、そんな。ああ、独占を破かないようさばく必要があるな。それなりに手間だが、俺な。それともう一つ、サンディシェルって貝も必要だ。ありゃいい出汁が出る。スープ、サンディシェルはこの辺じゃ珍しくねえ。近く。集めたらどうすればいいんだ。ここに戻ってきてキッチンを借りよう。最高のスープを作ってやる。よし、じゃあ食材集めて3時のスープ飲むぞ。仕方ねえ、付き合ってやるか。まったくあんたたちは、あたしたちのも。
西の入り江に来たってことは、ここの…ああ、そのはずだ。だけど、どうやって探すの？みんなで手分けして、潮干狩り？いいや、ナミさん。ここは俺に任せてくれ。食材集めも、コック。あったぞ。こいつがサンディシェルだ。こんな簡単に見つける。褒めたって何も出ねえぞ、チョッパー。次はサソリの足肉を手に入れればいい。砂漠に行けばいるだろうが。一応スパイスビ…はあ、サソリの居場所を知りたいって？まあいいか。サソリなら荒涼の谷に行けばいると思うぜ。店を出てまっすぐ西へ進めば着くはずだ。わかった、ありがとな。なーに、いいって。それよりスープ楽しみにしているぜ。よし、それじゃあお前ら荒涼の谷に行くぞ。おう。やってやるぜ。くげん。それ。くげん。うよ。それ。黒カブト。Yes.
があるじゃねえか。任せろ。よし。やるぜ、クロカット。それ。クロカット。よし。おう、わかった。おいおい。はあ。おお。おお。そうか。よっしゃ。この足でてめえも仕留める。バーストと。まだだ。てらこやろ。お前じゃ退屈しのぎにもなりゃしねえ。竜巻。さーてと、ゴムゴムのガトリンだ。トレインタフルール。俺たちの邪魔すんじゃねえ。ボーショット。俺の仲間にゴムゴムのガトリンが。ゾロ、次も俺に任せろよ。キャプテンは後ろで構えてるもんだ。私の予報は百発百中。けっ、わからねえな。うん。おう。ありがとう。うわあ。感謝する。
嘘でしょ。はあ、何よそれ。やれやれ。はあ、そんなことって。そうかしら。いやはや。はあ、ダメに決まってるでしょ。違うな。何が言いたいのよ。ああ、ナミ。なあなあ、ナミさん。わかったから。もう。やれやれ。やってやるぜ。
よし。怪しい通りだな。お前ら気をつけろよ。行くぞ。いいもんがあるじゃねえか。任せろ。行くぞ。
それにしても変ね。ん？どうかしたのか、ナミさん。アラバスタの地形って大体把握してるつもりだったんだけど、なかったはずなのよね。菜の花の近くにこんな洞窟。ここはメモリアよ。地形だって現実と同じとは限らないわ。そう。じゃあ前回の経験は当てにならないかもしれないわね。のサソリ全部倒すぞ。おい、そんなに張り切る必要はねえぞ。サソリの足肉なんて一つで十分だからな。今の力を試すにはうってつけだな。ボーショット。これが相手だ。ゴムゴムのガトリング。俺に任せろ。そっちか。鬼。抵抗すると痛い耳トレインタフルールフリップ。そこでおとなしく寝ててちょ。力が戻ってきた。悪くないわね。中レディーには指一本触れさせぬ。ゴムゴムのピストル。あいつらは俺が片付ける。バースカート。効かねえな。やるか。一刀流シッソンソン。トレインタフルー。じゃねえのか。そんな都合よくあるわけねえだろう。め本当か。うおー、げんサンジ。おう。みんな準備。あいつらは俺が片付ける。ゴムゴムのブレット。
俺がまとめて相手してやる。一刀流シッソンソン、トレインタフルール、フリッ、ムートンシャット、よし行くぞ。おりゃ、おい腹減ったぞサンジ。ああ、ちょっと待っ、腕が鳴るな。さあ食え。任せとけ。これが俺の作った料理。さっ、おお、興味深い香りがするな。おお、これは、この澄んだ味わいはサンディシェルから取っただし。それにこの肉肉しい味わいはサソリの足肉を使っているのか。いや、お見それした。こんなにうまいスープは初めて飲んだぜ。ということは、8人分の水と食料は…うまそうな匂いに釣られてきたら、ルフィ、お前がいるとはな。エース。ん？どうしたルフィ？
ス、また会えるなんて思わなかった。おいおい、この間会ったばかりじゃねえか。だってよまあ話は飯を食いながらにしよう。腹そうか。じゃあサンジ、先の頼む。ああ任せとけ。メラメラの実の能力者、秘剣のエースはルフィの兄である。世界最強の海賊、白ひげ海賊団の2番隊隊長を務める彼は、仲間殺しの海賊を追っていた。いやうまかった。いい腕だ。当たり前だ、サンジは俺の船のコックだぞ。いい仲間を持ったな、ルフィ。おう、よし、うまい飯で腹も膨れたことだし。またそんなすぐに行っちまうのか。ああ、積み忘れたものがあって戻ってきただけだからな。じゃあな、ルフィ、待ってるぜ、高みで。エース、見ててくれよ。俺は必ず海賊王になる。ルフィ、よかったな、エースに会えて。ええ、そうね。って、それはいいけど、8人分の水と食料は？約束通りタダでやるから心配すんなって。ほら、持ってきな。絶品スープを飲ませてくれてありがとうよ。これでようやくレインベースを目指して出発できるわね。よし、みんな砂漠に行くぞ。記憶のパーツで作られた世界ってのはこんなこともあるんだな。そうね、危険な冒険かと思ったけど、こんな出会いがあるなら悪くはないわね。気は抜けねえけどな。やることは変わらねえ。ビビを見つけてワニの野郎をぶっ飛ばす。任せとけ。
速ぜ。お、腕が鳴るな。さあ食え。ねえ、ところでこれから行くレインベースってどういう町なの？確か夢の町だったか。ええ、人々がギャンブルで一攫千金を夢見て集まることからそう呼ばれているわ。そしてクロコダイルが経営するその町最大のカジノこそ私たちの目的地レインディナーズよ。カジノ、あれ、ちょっと待って、ここって私たちがレインディナーズにいた頃の世界よね。じゃあひょっとしてビビって今。ええ、レインディナーズの近くにいるかもしれないわね。ビビ、そう、あなたたちの知り合いがそこにいるかもしれないのね。かかってきやがる。さあ喧嘩だ。ゴムゴムのピストル。めちゃめちゃ効いたぞ。マナーの悪い野郎だ。ボーショット。行くぞ。一刀流シッソンソン。効かねえな。バースコート。レディーの前でブザ。今の力を試すにはうってつけだな。俺が相手になってやるよ。効かねえな。
やるぞゴムゴムのバズーカ。しっしっしやったな。おいおい、なんで俺のところに。そっちけ、一刀流シッソンソン。俺は逃げねえ。貴様火薬星見たか、これが黒兜の威力と。この道は俺の名はキャプテンショップ。マナーの悪い野郎だ。ボーシャット。その程度だ。ゴムゴムのガトリング。めちゃめちゃ効いたぞ。俺がまとめて相手してやる。キャプテンウソップの一撃覚悟しろ。疲れたから腹減ったぜ。安心しな、すぐ。ここまで腕が上がるとは自分でも驚く。こっちには何があるの？よし、かかってこい。俺が相手になってやるよ。ボーショット。効かねえな。修行にはちょうどいいな。トラッキー。よし、行くぞ。ゴムゴムのブレッド。邪魔だ。ゴムゴムのピストル。来いよ、切られる覚悟があるならな。クソ、違う、俺に任せろ。ムートンショット。これでどうだ。まったく。かかってきやがる。まとめて下ろしてやるか。ボーシャット。その強さだ。よし、かかってこい。ゴムゴムのブレッド。めちゃめちゃ効いたぞ。ぶった切る。一刀流シッソンソン。やるじゃねえか。貴様火薬星。来いよ、切られる一刀流シッソンソン。邪魔だ。ゴムゴムのピストル。今行く。おりゃ。さ、ディナーの準備に取り掛かると。あの場所、
キャンプができそうだぞ。この暑さだ。砂漠を越えるならしっかり準備しとかね。そうだ、みんなこれを使ってみてくれ。この服装で砂漠を越えるならこいつは必須だ。何？その怪しい薬品は。まあ日焼け止めみたいなもんだ。これで砂漠の日差しも。お前そんなものいつの間に。いつどんな島に着くか分かんねえからな。前もって作っておいた。賢明な判断だと思う。よし宴だ。サンジ飯作ってくれ。待ってろ、手持ちを確認したらすぐに作ってやる。ビビってどんな人なの？ビビは俺たちの仲間だ。仲間？海賊の島に流れ着いた海賊は何人かいたけど、みんな乱暴で自分勝手だったわ。ビビは仲間だけど海賊ではないわよ。むしろ正反対の存在ね。王国を乗っ取ろうと企む謎の組織に潜入した王女ビビ。彼女は民衆に英雄と称えられる海賊クロコダイルこそが組織のボスだという情報を手に入れた。麦わらの一味と出会った彼女は共に航海を続け、ついにアラバスタ王国に帰還したのだった。確かに海賊とは違うみたい。だけど仲間って何？お、腕が鳴るな。レディーにはこの特別な一皿だ。さてと、行くか。やってやるか。
俺が相手になってやるよ。ボーショット。邪魔だ！ゴムゴムのブレッド！かかやつぼし！刃こぼれすら己の恥だ。俺だぞ。どうしたクソコック、もうバテてんのはお前じゃ。力が戻ってきたみてえだ。かかってきやがる。ボーショット。効かねえな。竜巻。まだだ。ゴムゴムのガトリング。まだだ。必殺カエル星。砂漠での戦闘が長引くと。ああ。なんだ？に。剣豪になる日まで文句あるか、海賊を。し。
よし。そこの人たち、この峡谷に踏み込むつもりかい？それならこの鳥が必要だよ。鳥？このピンクの鳥はナビバードって言ってな、この先の迷いの峡谷では谷を抜ける正しい道順を示してくれる便利なやつなんだ。へえ、それは便利ね。あり、なんでだよ、もらっていくなよ。おいおい、ずずしい嬢ちゃんだな。こいつはやれねえよ。だが菜の花の町なら同じ鳥が見つかると思うぜ。行ってみ。おかしいだろ。なあなあ、待て待て。本当か？うん、わかった。なんだ？よし。え、そうなのか？ルフィ。いや、身がねえ。あ、ルフィ。ちょっと量は少ないけど、なかなかうまいぞこれ。ほとんど食っちまったって。ほとんどってそんなに食ってねえよ。一つか二つは残ってたはずだぞ。それをほとんどって言うんだって。お前らがいるとデザートナッツを全部食われてしまう。案内するからここから出て行け。でさ、ごめんね。いやー、意外とうまかったな、ナッツ。あなた、鳥の食べ物まで食べるのね。よし、迷いの峡谷に行くぞ。あの鳥がいてくれる保証はねえけどな。そうね。